唐川康は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。福山中学校、広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1917年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、砲兵将尉に任官し、野砲兵第一連隊付となる。陸軍高校学校高等科を卒業し、 さらに1927年12月、陸軍大学校を卒業した。野砲兵第一連隊中隊長、参謀本部付勤務、参謀本部員、イタリア駐在、陸軍兵器本所付、陸軍重砲兵学校教官、参謀本部員を経て、1938年6月から、翌年3月まで大本営防略課長を務めた。イタリア大使館付官、参謀本部、 欧米課長、参謀本部暴略課長を歴任し、日中戦争に第13軍参謀長として出征。1941年10月、陸軍少将に昇進。1942年12月1日、品派県軍総参謀副長となり、1944年12月14日、第6方面軍参謀長に移動。1945年3月1日、 陸軍中将に進級し、同年4月30日に第205師団長に補いされ、高知県において本土決戦に備え終戦を迎えた。同年12月、予備役に編入され、東部福音連絡局総務部長を経て、1946年6月から翌1947年2月まで東部福音連絡局長に在任。ありがとうございます。